皆さんこんにちは、加藤正則と申します。私は横浜育ちで横浜出身でございまして、この今回の横浜重箱コンサートは本当に何も携わってないんですけど、自分のことのように盛り上がっておりますけれど、今日この重箱コンサートでですね、10月の17、18とですね、藤木大地がプロデュースしたみなとみらいクインテットという、このクインテット、この人たちすごい人たちなんですけど、この人たちで一体何をやるのかってことをですね、このみなとみらいのプロデューサーである藤木大地さんに聞いてみたいと思いますが、何やるんですか？コンサート。知ってます。コンサート普通だから、この人歌の人なんですけど、まあ歌は普通ピアノとやるんですけど、それはちょっと違うんですよね。はい、そうです。クインテット、弦楽、ピアノ、五重奏との歌との室内楽のコンサートを行います。はい、で、まあ、皆さんよく知ってる、例えばカラマツとか、他にもいろいろあるんですけど、魔王なんてピアノと歌でやるのが、なんとこのすごい人たちでやるという、そのコンサートが10月の17日に、すごくもうあんまりチケットないらしいんですよ。で、10月18日は県立音楽堂なんで、まだチケットあるそうなので、18日はですね、ぜひ皆さんでこの音楽堂に行くと、素晴らしいカルテットで聞いたことのない歌が聞こえるという、それがこの横浜18区コンサートの藤木大地プロデュースの目玉だということですよね、プロデューサー。はい、横浜18区コンサート来てねー。